例えばこっちの前衛にいてセンターにロブが上がったらバックで取りますよね。だけどそれをちょっとだけ頑張ってフォアで回り込んでスマッシュを打っていきます。で回り込んでスマッシュというのは回り込んでフォアと同じ意味なんで、まあ、この説明をしてコーチの人とかプロの人だとああなんとなくそういう感じかって分かるんですけど、皆さんはまだえって感じですよね。サーブとスマッシュとフォアのストロークとほとんど体の使い方だけを切り取るとほとんど変わんないです。やってることは変わんないですよね。例えばフォアで、正面のボールを打とうとしたら回り込んで打ちますよね。そしてこのぐらい、場所を変えて打ちますよね。そうじゃないと打ちにくいから。でもスマッシュも一緒で、例えばボールが、自分の頭よりちょっと左に来た、でそういう時に左を向いてバックボレー、これも一つの手ですよね。これはストロークで言うとバックで構えて打つ、それだけですね。だけど左にロブが上がった、これはとても仕留めた方がいいってなったら早くこっちに行ってスマッシュを打つことでより攻撃的に打つことができる。このロブがセンターだから、例えばこっちの人が打てばいいよねっていう意見もありますけど、じゃあ左利きと組んだらどうしますかと、まあ、いろんな問題が出てきますね。相手が苦し紛れに上げたロブで時間があるから回り込めるっていうんだったら、もうペアにもう取るって声かけて打っちゃってもいいわけですよね。なのでちょっと回り込む練習もします。若干左側にロブ上げるので、それを横向いて回り込んで打てるようにする。だから左手でキャッチできる場所っていうのは右側にありますよね。そこに体が動くようにして、そこまで移動してから打っていくって必要があります。ちょっと最初はキャッチだけで、はい、回り込んで回り込んで、そう、左手を動かしちゃダメね。はい、 OK、 もうちょっとこっちに出します。あ、そうそうそう、じゃあ実際に打ちましょうね。今の場所まで動いていって打っていく。まず動くことが大事ね。動けなくてこうではなくて、はい、そう、はい、 OK、 ちょっとずつ厳しくしていきますからね。はい、そう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 、動ければなんとかなります。そう、さあボールが落ちてくる場所まで動いて、はい、 OK、